はいどうもお疲れ様です。 TIE クランのルーでございます。というわけで今日もトップページのおすすめから来たかったかったらね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さて今回ですね、今の G7 が歴代最強なんじゃねっていうね話をしていこうかなと思うんですが、 G7 スカートっていうのはシーズン0から存在する初期武器で、今までねこう様々なアップデートで強化や弱体化と紆余曲折を得て今の性能になっているんですが、正直ねシーズン3の G7 も相当強力なんでかなり迷ったんですが、扱いやすさの面でねシーズン10のG7 が歴代最強なんじゃないかなと思っているんですね。ちょっと今までの G7 の性能を振り返りたいと思うんですけど、 APEX リリース当初は G7 全然強くなかったですね。ダメージも今は34やけど当初30やったしね。はい、で最初シーズン1のアップデートでこんなね強化が入りました。はい、まあダメージ上がったり、まあ、揺れが減ったり、まあ扱いやすくなったっていうね、アップデートですね。ただそれでもね全然強くなかったですね。まあ当時プレス4の APEX 配信者たちが G7 で無双してた気がしますが、まあそれは、まあ彼らが強いだけなんじゃないかなと思うんですよね。はい、で待望のシーズン3 G7 がねなかなかの強化を受けたんですね。はい、まあダブルタップトリガーとあとはダメージが上がったんですよね。はい、まあダブルタップは置いておいてね、ダメージ上昇結構大きいアップデートですよね。当時今よりね G7 レートが高かったんでかなりね、相当な火力でした。まあ、この頃の G7 が一番強いという人も多いかなと思うんですが、1ヶ月後さらに強化を受けて、弾丸サイズが大きくなって当てやすくなったということで、まあ、さらに強化を受けたんですね。当時 G7 はねスナイパーライフルという位置づけだったんで8倍スコープとかも作れたし、ロングボウもそんなに強くなかったんで G7 使う人が多かったかなと思いますね。でようやくシーズン4でねあのメスが入るんですね。このようなアプデが入ってますね。はい、まあレートの減少が一番きついですかね。はい、で2ヶ月後さらにねこうヘッショとかあと足ダメージが減ったり弾速下がったりということで、まあさらにね、弱体化が入っちゃったということですね。でシーズン5、6、7話と何もなかったんですけど、まあシーズン9で強化が入りまして、こうマークスマン武器になったんでレレレ打ち速度が上がって防御力が上がったんですね。さらにここでパッチノートに書いてるんだけど、サイレンスパッチで強化が入ってて、あのパッチノート上は腰痛み精度下がるって書いてあるんだけれど、マークスマン武器になったせいで ADS 解除時の腰痛み精度がマックスになる仕様になったんで、実質腰痛み精度強化入ってます。あとマズルフラッシュがなくなるっていうサイレンスパッチも入ったんでかなりね狙いやすくなったんですね。そしてシーズン10で標準ストックからスナイパーストックに変更になったということで、あのこのゲームねスナイパーストックの方が標準ストックより強いんですよ。 G7 ねこれで AT 数字の揺れがほぼなくなりました。というわけでいろいろアプリあったんですけど、火力的にはシーズン3の G7 の方が強いんですけど、今の G7 は扱いやすさとか防御面でシーズン3をね圧倒するんですよ。はい、というわけで今のシーズン10の G7 が、まあ、総合バランス的には一番強いんじゃないかなと個人的には思っているんですが、皆さんどう思われているでしょうか。よかったらコメントください。じゃあ今回は G7 使っていきましょう。本編どうぞ。待って、私の方いるわ。ほほ、本当だ本当だ本当だ、追われてるわ。わかった。はい、じゃあジャンプパクト上に行きましょう。はい、羨ましすぎて。さあ俺上に行けないよ。どこどこ、もうこれ確証ないってないと話にならんなぁ。マジ拡張ライトきちいな、欲しいなこれ。90あれだ。あ、うま、俺ライトあるないよな。いや、あるね、あるね、あるね、くれ、あるならくれいや俺もうないって。60しか、120しかない俺。おお、いっぱいあるやん。ないよ、メイン武器やよ。え、じゃあヘビーエマあげようか。うわ、うまい、135。あのチャーラ本当にもうマジで。あそこやりに行くジャンパと思ったら。いや、あれちょっと削れたよなあれ。削れたよな。46。よっしゃ、今やもう行ったね。これもうめんどくせえ。届かなくね。あ、最悪。39。はい。はじめて。はい。これが究極の立ち回りよ。やったー、拡張ライトだ。誰や。またこのチャージライフルがムカつきます。ああ、俺の G7 も強い。あの。
68ダメージじゃ。終わったー。ライトがないです。多いな。127。ジャンプターで突っ込んだのはそこ。チャージターに打たれるが落ち。お前らよ、シャージターで打ちのもん打たれてくれたな、ボケ。それなりの価格を全員出るって仕事やろな。あー、くっそ。ただ俺回復巻いてるからね。待って、ガス食らいすぎる。あ、やったわ、なんか倒せた。やばい、死ぬ。終わった、ガス。あと 1.5 人。ジャイアン123、減っちゃろ。うわもう本当にロー。いやもうね、ガスでね、入れないのよ。ガチでロー。やばいこれ本当にロー。いや、俺殺されたかな、殺されたかな、殺されたかな。待って、いけないの、こっち。いや、マジでガス。あ、ロー。あ、やったやったナイスナイスナイス。え、あとラストパーティー武器なんかない。ワンパーティー、あ、フラットラインあるわ、最強。え、左いる、ジューさん。そんなこと、俺の耳が正しければ。あ、わ、全然遠いやんけ。いや、全然そいつよ。ほんまに絶対音聞こえない場所やったけど。てか、そう、全然そいつ。あ、いろ、俺には分かったもん。え、これ、何人。あ、俺はしっかりと。あ、やべ、ライフレ154、倒しちゃいそうになった。もうちょっと遊ぼうぜ、ライフバッテリー使います。はい、おれナックルクラスターに、ドームシロのナックルスター。あ、食らってる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 。いいね。あいつらこっち来なあかんからな。でも、ちょっとだけ煙出ますね。死んだらごめんな。まあ、ジャンプあるから大丈夫と思うんだわ。裏も焚いてるね。ね。なんか足場が悪い。ローバーあったよ。死にたくないよ。回復したらいいんじゃないかな。お前らは G7 の練習台になる。バルキリーなの。有利ポジ取られるやないかい。48。うまっ。なんかバラバラに降りてないこいつら。え、なんかジブがかわいそうだ。え、ジブあれやばくない。あ、ジブやったよ。ジブあった。やばい、死ぬ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 。回復してきていいぞ。最終決戦にしゃれ込もうか。あ、ローだ、蘇生しに行った。ジブやり、あー、俺のナックルクラスター。あー、落ちた。はい、ナイス。ナイスナイス。いや、フラットライでマジでクソ、やば。縦半か。